吉野博道です。醸造と、ワインの設計開発を担当しています。私が世界のワイナリーを見てきた中で富の川ワイナリーを選んだ理由は、100年以上の伝統と、歴史それから経験があり、海外との技術交流も盛んに行っている、ここのワイナリーであれば世界トップレベルの品質を目指せると思ったからです。富の川の特徴としては優しさと柔らかさがあって、でその中にワインの中に気品があるのが富の川ワイナリーですね。ワインの特徴です。このブドウの特徴をやっぱり最大限に引き出してあげるということと、あとワイン作り、その味わいのデザイン設計に関しては、この富の川のワイナリーの自然とあと味わいがこう調和していて、こうエレガントこう感じられるようなこうワインを作りたいと思っています。で品質、もちろん世界トップを目指すっていうのはあるんですけども、やっぱ日本の品種、甲州とかマスカットベイリエって品種を使って、この富の川の個性をですね、しっかり引き出せていけたらと思います。